松、竜帝鶴江は、落語、百面相の名跡。三代目の死後は秋名跡となっている。初代、春風亭竜氏の門に確認されている。帝号は、立川や春風亭、松六亭など多岐にわたり定かではなく、活動実態、生物年不詳のためだ以外、天保末から安政頃に実在したと推測。本名、北川東吉。最初は二代目。 春風亭流子の門で花鹿になったがすぐに廃業し、法還の桜川芝公の門で、小芝、花鹿に戻り初代男修郎名枝の門で鶴へと、なった。餅芸、百面相に、聖人形の名称をつけ得意とした。特に歌舞伎役者の顔芸が得意で十代目、片岡二座衛門の真似では、他の追随を許さなかった。そのため、松島屋と言われた。 タコの茹で上がりの芸はこの人が元祖で、上赤のタコという口癖があった。鶴江は鹿芝居にもたびたび出演していた。明治三十年代初め頃まで番付けに見えるが、没年は、はっきりしない。本名、高橋喜太郎。最初は、春風亭龍華の門で桜や花鈴芽と言い,い、1889年、1890年、頃に三代目御名狼玉。 タスクの門で、こと、タスクとなった。1891年、1892年頃に、桜や花スズメに戻り、1892年3月に、春助、8月には、福タスク、1895年5月に、初代、三遊亭窓上にの門で右スズメ、1896年9月に4代目三小亭、小勝の門で勝の助となり、 1899年、1900年、頃に三代目、柳谷子さんの門で二代目を襲名した。先代の初代譲りの生人形を百面相と名を変え、演じていた。人物から動物まで、あらゆる百面相を得意とした。初代から何度も伝授を懇願したが、初代は、よしねえよ、老を多くしてこう少なしと伝うやつだから、同じ苦労をするなら話を身を入れた方が良いぜとなかなか。 教えてくれなかったという。しかし晩年に病床で顔芸を教わり息を引き取ったという美談が残っている。上方では何は三遊派に招かれており、初代同様にタコの茹で上がりを演じ風貌までもがタコに似ていたので、タコの鶴へとあだなされた。去年六十一墓は明元寺、改名は神経院、法器新寺、本名美藤三五郎。 去年51、墓は新宿の宝蔵寺、開名は鶴誉清年神寺、ありがとうございます。